劣等生と魔王学院の話をします。まず劣等生3期ですね。まあ S ランクでいいかなと思いますよ。アニメ単体として見ると劣等生自体がかなりアニメ化難しい作品だなと思ってて、やっぱ劣等生の本質って政治劇だと思うから、そこら辺アニメ化すると会話劇になっちゃうし、あるいは魔法研究にしても、まあこの時期のお兄様やみゆきはあんまり余裕がないから、まあワンクールで3章やるっていうのもなかなか大変だったからね。うん。とはいえやっぱりアニメとして必要なところっていうか、お兄様が結構決めるところはきっちり決めてくれるから、そこら辺はめちゃくちゃ良かったですね。うん。劣等生という作品においてこのアニメ化の方向性が正しいのかどうかっていうのは置いとくんですよ。なんだかんだお兄様がきっちりかっこよくつけてくれるっていうのはやっぱ愛されるポイントの一つだろうから、ここは良かったと思います。うん。まあ四つ葉継承編っていうやつが映画やるんだけど、これでまあ映画2本目ですかね。うん。四つ葉継承編はみゆきが今回ヒロインになるから、まあそこをチョイスしたんだろうなっていう人選だと思うし、まあお兄様とみゆきと仲間たちの戦いはこれからだって感じですかね。うん。まあともあれ続いていくことそのものがいいことだと思います。次は魔王学院の不適合者2期。落としちゃったね、シルバーリンクさん。いやまあうん、いいよ。いやよくはないけど、アノス様が面白いからいいよ。うん。なんかシン君とミサちゃんはイチャイチャしてるし、アノス様の妹とイチャイチャしてるし、ファンユニオンの連中はぶっ飛んでるし、いやーファンユニオンのみんなの歌声が敵の影響を及ぼしたりとか良かったですね。うん。やっぱアノス様ナイスガイだよなと思うし、声優さん変わってもまあうんって感じですか。うん。まあちゃんとかっこいいとこかっこつけてくれるからいいですよ。まあちょっと7月まで延長になっちゃったんだけど、まあアノス様がナイスガイだからまあ良しとします。やっぱお兄様とアノス様はこれいいなと思う。いやいいよね。うん。なんかさ、ナロの最強イメージってお兄様の影響ってかなり大きいと思うんだけど、でもやっぱしっかり締めるところは締めてくれるし、アノス様もこの流れに続いてると思う。うん。いやーお兄様もアノス様もナロらしくないはずなんだけど、なんか安心感があるのいいよね。うん。やっぱ今期の春アニメ大体ナロー8割くらい良かったです。うん。